いやー孫正義さんも藤田天さんも吉田さんもすごいじゃないですか今回ねちょっとね新しいネタですよガッツ石松さんの名言ちょっと言ってみましょうか例えばね「そこ右に左折して」みたいなこと言ってるらしいですよねそれからね相模女子大学ってあるじゃないですかまあ漢字で書いたらねわかると思いますけどもあのガッツ石松さんは相模女子大学を女相撲の養成所だと思ってたらしいんですよ それから、ガッツ・イチマスさんに女の人がね、ガッツ・イチマスさんって癒し系ですよねって言ったら、何俺の道具が意地汚いんだってね、癒し系だとね、いうふうに誤解していたというね、名言もあります。えそして、ガッツ・イチマスさんの極めつけっていうのは、いや、私はね、ボクシングに出会ってから人生観が380度変わったんですとか言ってるんですよ。いや、でもこういった言葉の数々に何を見出すのか。少なくとも、ガッツ・イチマスさんのこの股外れな 言葉っていうのは雑誌に載ったりいろんなメディアに拡散されたりとかしてるんですよねまあ、ですんで間違いが必ずしも間違いではないってこと悩めは悩むほどお客様のためになるとは限らないのと逆に勘違いしても人のためになることがあるってことなんじゃないでしょうかねそれでは行ってまいしゃい